跡地にある、竹中重春像竹中市陣屋は、岐阜県不和郡たるい町にあった江戸時代の陣屋。安土桃山時代には岩手城と呼ばれていたが、江戸時代に竹中氏が旗本身分に泊まったため、城は陣屋と呼ばれるようになった。別名、竹中陣屋、岩手陣屋。橋場秀吉の軍師であった竹中重春の子である。 竹中主家門が築いたものであるが、敷地を囲む大規模な堀と石垣などがあり、神屋というより小型の城といった方が正しい。もともと竹中氏の居城は堅固な山城である、菩提山城であったが、平時には不便なことから、麓に岩手城を築いたという。現在その跡地は岩手小学校と民有地となっているが、白壁の櫓門、水堀の一部分、 石垣の一部分が残っている。また、入り口付近に竹中重春の像が建てられている。わかりにくいが、矢倉門から北側へも道沿いの家の裏手に土塁が続いていて、岩手小学校裏、西側へと続いている。1956年に岐阜県指定史跡となっている。竹中氏は、平良分を外する鎌倉市の一族である。竹中氏は、 鎌倉影正の孫、長江義影から始まる長江氏の氏族岩手氏より、始まるとされる。その一方、聖は源氏ため義竜及び、時氏の頼りの子、長山頼元のこの岩手三頼とその子の岩手、頼重を祖を外する説もある。大友氏の小諸書家に、竹中氏があり、主家の大友家は、美濃を含めた多くの国々に所領を持っていたので、その代官として、 文語から広がったとされている。美濃の竹中氏もその一族末裔の一つであるという伝承もある。武士にとり名字は神聖なものであり、理由もなくいきなり新しくは作らないので、半米の竹中氏は、時流岩手氏の着難以外が、大友流竹中氏の養子に入って継いだものかも、しれない。1588年、竹中重門が、菩提山城の山麓に、 岩手城を築く。なお、築いた時期は、文禄から慶長年間の頃の説もある。1600年、関ヶ原の戦いにて、竹中重門は、当初西軍につき、犬山城城主、石川貞清に協力。稲葉貞道、稲葉乗道、加藤貞康、関和馬さらと犬山城に籠城する。しかし、井い,い直政の中立ちにより、東軍に加わり、 黒が長政軍として参戦する。関ヶ原の戦いは、竹中氏の領土も戦場となったことなどから、徳川家康より全国の米を貸しされ、また、所領を安堵された。旗本として、徳川将軍家に仕え、よって、岩手城は以後、岩手陣屋と呼ばれることとなる。竹中氏は、旗本交代より愛として幕末まで存続して、幕末期の当主であった。 竹中茂方は江戸幕府陸軍奉行に任じられるが、1868年の賭場、伏見の戦いで旧幕府軍の指揮官として新政府軍と交戦したため、朝敵として討伐対象となり、岩手陣屋は没収された。茂方は、その後、母親戦争で旧幕府軍の一員として、箱館戦争まで戦い抜き、 その結果、竹中氏は六千国からわずか三百国に、減宝されて、皇太寄り愛の地位を失った。茂光の長子である、竹中茂と氏は、橋場秀吉より、美濃で三千国の所領を玉井宗家から独立した。後に領地違いとなり、文後高田で一万三千国の大名となった。さらに、関ヶ原の戦いにおいて、徳川家康についた皇により文語の大分城を、 与えられ二万国の大名となるが、この竹中重吉は、長崎奉行に任命されるも、密貿易の罪で幕府より切腹を命じられ、海域となった。重光の自死である竹中重貞も、橋場秀吉に仕える。また、豊臣二世関白となる橋場秀治の側室に、娘が上がり、橋場戸丸を産む。関ヶ原の戦い以後は、徳川家に仕え、 摂津水田を領する上級旗本として続いた。高塚酒とも隕石関係だった。竹中茂氏、竹中茂元、とうとう守る竹中茂春竹中茂門、丹後市地区、中茂常、越中守る竹中茂高、竹中茂長竹中茂久氏加藤茂貞の子、竹中元都市丹後市地区、中本とも地区、中茂広氏、竹中元康の長男。 池田製法の柔軟。一人目の創生後、内密に身代わりに立てられる。竹中重光竹中厚か竹中重明竹中、重方丹後神、陸軍武行、若年寄並。ありがとうございます。